はいどうもこんばんは、ラムノットです。今回はソングオブホラーエピソード4がようやく公開されたので、やっていこうかなと思います。今回は、公開収録という形でやってるので、また日本語字幕がついたものがこの編集されたものになってるかと思いますけども、やっていきましょう。前回言った多分修道院から始まるのかな。ラストコンサート、コンチェルトって読んだ方がかっこいいよね。I left him here 4 days ago. I thought, well, since I didn't hear from him, I thought he'd forgotten me again. Caught up in his usual musings. It's happened before, you know? Did he stay here alone? Do you know if he went in? Yes. Well, I don't know if he went in, but he certainly did ask me to leave. He seemed a bit more erratic than usual. As I said before,It wouldn't be the first time I've traveled with Sebastian only to find myself on a forced holiday until he remembers I'm there. Honestly, I thought he'd forgotten completely this time and had just headed back home. The hotel was booked until Monday, so... Well, he's not home. That much I can tell you. Is there any way to get in there? Well, as far as I know, the door isn't locked. Although it might be a bit swollen from the humidity. Maybe if we gave it a little push. Right, let's give it a try.But someone should look for another way in just in case. なるほど、まずはこの修道院に入る方法からですね。ダニエル。ただ鍵は閉まってないはずっていう話だけど、ソフィーがいますね。ソフィーはまだ使いたくないし、今回エティエンがいます。生放送から帰ってきたエティエンです。あともう一人、アーネスト・フィネガン。これ新しい人だな。ここの管理人か。セバスチャンの友達なんだ。元考古学者。なるほど、じゃあいろいろ分かれしそう。この変なガジェットのおかげでまた音が聞こえる補聴器をつけてるんですね。補聴器バグったりしたらなかなか大変そうだな。さあ、お約束通りですね。今回もまずは様子見のエティエンからやっていきましょう。力あるしね。あれ、割とすんなり入れた。どっから入ってきたの？ Let's do this. Daniel, I got you into this mess, but I'll make things right. I promise. あ、エティエン、ちょっといいやつじゃない。ちょっと自分に責任感じ始めてるんだ。まずは、ここは？うん。この瓦礫から根が生えてる。植物が生えちゃうぐらい昔からほったらかしにされてるんだ。かなりほったらかしにされてそう。大丈夫ですね。っていうか前回ね、一応来たことには来たところですからね。2階から落ちてきたんだろう。なるほど。うわ、ここは秘密の通路につながってる。ただ奥はブロックされてる。なるほど、何か持ってこないとダメなんだ。ちょっと一周ぐるっと回ってみようかな。基本的には変わってない。土の入ったバッグ。これは正面玄関？大丈夫そう。うん、割とどこへでも行けるけど。いいところに来た。ここでも前回来てないな。
ジャンク。ジャンク品ばっかり。あと多分ね、今回から新しい、前回一瞬見えてたけど、いるんだろうな、敵が。折りたたまれたノート。セバスチャンの手書きのメモだ。誰かが後ろをつけてきてるみたいだ。なるほど。呪われた曲の元凶を探し求めてここから出ないと。ここにもドアがある。大丈夫ですね。鍵が閉まってる。アイアンロック。ちょっと今まで出てこなかったタイプの鍵ですね。2階にも行ける。これは使われてないものたち。役に立ちそうもない。いい。エティエンかっこいいな。久しぶりに見ると。ホーリーバイボー。ホーリーバイボーではない。レストランとかでよく見るやつみたい。こっちは？これトイレ？ん？ちょっと待って。まあ、大丈夫だ。さようならエティエン。いやソフィーは残しておきたい。いやちょっとこれはきつい。様子見のエティエンすぎだ。でも音聞こえなかったんだけどな。アーネスト・フィネガン。彼で行ってみようかな。セバスチャンの友達だし。急展開すぎる。やっていきましょう。I can go have a look. After all, I know the area, more or less. あれ？入ってくる場所が違う。うわぁ！ Dear Lord, what a sight. 神よ。Sebastian, 一体どんなところに来てしまったんだ。セバスチャン、どこにいるんだ。早速人が首つってるなぁ。ロストノートブック。ここの人の書いたノートですね。割と何枚かある。バカらしい迷信ではなかった。迷信を信じてるようなやつではないのにってことね。なるほど。誰のノートだろう。このノートにも何かが近づいてくるとか物音がするっていうことが書いてある。なるほど。Covered and abandoned here。 包まれてほったらかしにされてる死体だ。古い服。旗織り機だ。目をつぶされてるんだよね確かね。神よ。いやーこれはまずエティエンの持ってたものを拾いに行きたいけど、ノートぐらいだもんね。これは？タペストリー。もう修復も不可能だろう。いや、闇の音が聞こえなかった。お、鍵が閉まってる。なるほど。俺ここ通れると思うんだけどな。通れないんだ。この人もでもいいな。
でもこっち側何かある？あー、あるわ。うわ、鏡や。覗きたくない。覗いたら死ぬと思う。これは？プルーニングシアーズ。お、これいろいろ切れそうですね。わ？うん、気をつけないと。自分を切ってしまわないように。そんな怖いこと言われるとな。ジャーナルとかがいっぱい置いてあって、ここに隠れることができる。これは？鏡は割れてる。ノイアさんが確かそんなこと言ってた。ダニエルのことですね。大丈夫。あれ、これで通れる。あ、この人鍵持ってる。大丈夫だよね。わ、めっちゃ暗いけど。ここどこだろう。とりあえず我らが編集長エティエンが亡くなってしまったところへ向かおう。お、足音がする。てか、そんな短いろうそく持ってて熱くならないのかな。エティエン先生が死んだところがどこだ。あれ、ここじゃない。ん？あれ、エティエンがどこで死んだのか全然わからない。まあいっか、さようなら。お、ここは？このボードはまだ頑丈。他の道を見つけないと。ここは鍵閉まってそう。そうだね。他は？ちょっと待って、心臓バクバクしてる。なぜ？ここは？大丈夫だね。鍵が必要。シルバーロックだって。あれ、鍵かかってないとか言ってなかったっけ。大丈夫ですね。お、新しいところ。いい、いい感じのチャリンチャリン音が。椅子が押し込められてるっていう、それだけです。お、ブックス&モーターズ。くしゃみでもしたら落ちてしまいそう。うわ、なんだ、新しいノートだ。アボットの日記の2ページ目。1912年12月12日。彼は浄化された。恐れるものは何もない。彼女じゃない。彼の骨は、あのオーブンで灰に変わる。何の話だ。これもしかして、あの前回言ってた変な儀式をしてるっていう、その話じゃない。あ、オーブンがあるわ。ああ、本当だ。 あ、鍵がある。ピューターキー。これでそこら中の鍵割と開きそうだな。今までチェックして開かなかった扉、全部これで開きますね。入れそう。さて、ここは？ここも来たことない。割と全然新しいところに来たみたい。ここも隠れられる。Somebody turned on this oven。 誰かがこのオーブンに火をつけたみたいだ。セバスチャンか。一体どこに行った。そんな最近来たのかな。一応チェックしておこう。チェックしておくと、間違えた。チェックしておくとマップにね、あれ？
ああ、なるほど。前回ここだけだもんね。ここだけだったのが、今回ここもあるんだ。ここは？マイニーズウッドノッツターン。ああ、なるほど。もうおっさんだから膝曲げられないって。だからプレイヤーによっては、入ることができるっていうこと？大丈夫だね。さあ、これでいけるはず。うわ、また、あれ、ここ来たことあるぞ。あれ、ここは来たことがある。だって火がつい、あれ？また違う部屋？あれ、前回来たのってここじゃなかったでしたっけ？黒い汚いやつ以外中には何も入ってない。古いキッチンの道具たち、これは？いや、リキュールだって。毒でも入ってるんじゃないか。毒でも入ってなかったら俺でも飲めるのに。ネズミが走ってる。あ、今回ちょっと迷子になりそう。大きいけど中身は空っぽ。あ、ここじゃない？あー、なるほど。ここにあるはず。あれ？ラテン語で書かれてる。あれ、エティーンバッグは？エティーンバッグがないぞ。しかも2回上がれちゃうしな。もう1回ちょっと音だけ聞いてみよう。案外いけるかもしれない。がっつりダメやん。さっきこんな音聞こえなかったもん。大丈夫だ。すぐ隣は大丈夫。これは？油の入ったバケツ。何かアイテムが使える。違うよね、さすがにリキュールは使えないよな。クラフトビールのレシピ。待ってくれ。どうしたんだい？どうもしないよ。彼らは大丈夫なのか？ダニエル、どこにいるんだ？闇に落ちてもなお、ダニエルを探そうとしてくれるいい人だ。こんなところに来るべきじゃなかった。触れてはダメ。彼を送らなければってめちゃくちゃ後悔してる。家族が私を必要としてる。大丈夫だ、お前はもう帰ってこない。あ、っていうか井戸がある。何も取ってない。書類取りましたからね。おっと、中は暗い。でもこのはしご降りていけそうだ。あー、膝が大丈夫そうならやめておこう。
こんな序盤でまだ何もしてないのに人をどんどん殺していくわけにはいかない。これは？あ、リフトっぽい。素手で開けるにはちょっと重い。大丈夫ですね。これもシルバーキーだ。待って、今何の音？なんか羽の音がする。大丈夫だ。No. あ、待って、奥に何か光るものがある。これは？ああ、第二次大戦中に爆撃されたからこんなことになってるんだ。戻りましょう。多分もうちょっと向こう側でこのピューターキーを使って、何かしないとダメそう。エティエンいなくなってる。スターディーアイアンロック、アイアンロック多分これ使えないよ。うん、そうだよね。一旦向こう戻ろう。大丈夫。あれ、ここ来たっけ。うわ、何ここ、金庫がある。意味がわからない。ここにはどういうこと。まあ修道僧たちのスリーピングクォーターズ。ドミトリーは侵入禁止だって。でもそこでみんな寝るんじゃないの？って彼は言ってます。あ、ここにトンネルがあるんだ。修道僧が使ってたんだろう。ヘビーハッチ。これは？ハンドクランク。これ回してみた方がいいんじゃない？回らない。何か正しいギアがあれば動かせるかもしれない。スリーピングクォーターに行けないっちゅうのは。ここ行けるね。あれ、ここ来たよね。ここ来ていいんだよ。そうそうそう。一旦戻りたいんです。私は。なんかこの人でかくない？でかいよね。さあ、戻ろう。で、ここも大丈夫だ。そう、で、多分ね、こっち側から来て、鍵がかかってる扉っていうのがあったよね。そう、ここが多分もう開くはず。こんにちは。あれ？あ、ここが開いただけ？いや、いいよ。もう少しで飲まれるところだった。いや、これ冗談抜きでね、やってる俺も心臓バクバクになってしまう。出れるかな。このゲーム最高難易度が HP ラバクラフトっていう名前で作られてるゲームなんで、
がっつりクトゥルフ系ですね。あ、ここも来たことあるな。階段は崩れてる。中に入るのはやめといた方が良さそうだ。あの、どこなんだろう。セバスチャンがトイレに手を突っ込んだところ。なんかでもここ、うわ、こんなところあったっけ。大丈夫。あ、ここっぽくない。わ、わかんねえけどめっちゃ汚い。下に隠れられる。これはパイプだらけ。相変わらずですね。あ、ボイラールームってこと？窓開けることはできるけど、ああ、雪に覆われてるって。ここから出ることはできなさそう。まだ脱出を考えるには早いよ。セバスチャン見つけてないからね。こっちは？大丈夫。来たー、来たよー。うん、ここにおそらくトイレ。あ、置いてある。こんな汚いものがここで何をしてるんだ。これドアノブっぽくない？よく見たら。わあ、あれ違うな。あれでもうんちじゃない、汚い布だって。石のように硬い。なんでこれが布に覆われてるんだ。どこで使うんだろう。なるほど。戻ろう。うん、布を引っぺがす方法を見つけないといけない。なんかめっちゃ燃えてない？気のせい？セバスチャンの後はどこにもない。これは？大丈夫。ああ、なるほど。そしてここに帰ってくるんだ。あったかい。耳の感覚がもうなくなりかけてた。これで温まる。うん、むちゃくちゃな配管システムだよね、本当にね。うん、これは水が漏れてる。バケツは水でいっぱい。お、ベローズ。あ、これ使うところ分かった。これあそこですよね、さっき言ったなんか火がついてるっていうところだと。これは、何が入ってんだろう。違うわ、今調べたのは机の下だ。机の下に隠れられるよってことですね。よし、なんとか頑張ってるよ、アーネスト。アーネストって言うとね、ヘミングウェイって言いたくなってしまうけど、アイアンゲート。ここは？よし。開かない。これじゃあ一回さっきのところまで戻らないといけない感じ？
ここは？あ、一周回ってきちゃったな。となるとさっき、あ、待って、でもこっち側行ってないな。ここ？なんかいる？これ。大丈夫そう。ここが鍵がかかってるから。あ、もう鍵がない。うん、一回戻らないとダメだな。あ、布を油に浸してそれを燃やすってこと？No。アイアンロックキー欲しいな。ここじゃないよね。こっちだ。ここだっけ？あれ違う、戻る、ん？あれ俺どうやって行った？戻りすぎか？あ、向こうから遠回りしてきたんだ。じゃあここの鍵が開かなくて代わりにこっから来たんだ。でどっから来たんだっけ。こっちだ。この辺は闇が来てない。そう、ここに、火を起こすことはできそうだけど、今は必要ない。そもそも何を入れるんだってことだもんね。これを燃やしたってセバスチャンを助けることはできないって。コンバイン、割といい線来てると思ったんだけどな。これ何に使うんだろう。ガーデニングシアーズでしょ。木の枝とかを切れる程度だよね。木の枝、そんなところあったっけ。んで今はここでしょ。とりあえずここを出ようかな。で、多分あの布がついてるやつを油に浸すっていうのは合ってると思うんだけどな。さあ、そろそろ闇が襲ってきそう。あとこの部屋まだ入ってないからね。さあ、ここに、ああ違うんだ。あ、何かこう油を刺すものってこと。これでも違うね。ここじゃない。なんだ、新スキンか。動くんじゃないぞ。
もう死んだかと思った。いやー、本当に。いやー、そろそろ来るんじゃねえかなと思ったんだよな。ここやっぱ入れないね。ダメだ。あ、取れた。クランクだ。うん。重いけど。どこで使えるんだろう。クランク使えそうなところとかあった。いや、今のところないよね。違う違う、こっち行きたいんだよ。んで、ここで何かできるわけではないもんね。ただのギア、あ、ここ。ここに、ああ、わかった。皆さんわかりました。油の使い道が。油をつけて滑りを良くしてやればっていうことね。よし、行こう。で、これを油に浸す。ドロドロ。いいね。いいよ。ルブリケイテッドギア。さあ、戻しに行きましょう。なんとなく順調。エティエンがあそこで死んでしまうのが予想外だったけど、ちょっと待ってくれ。落ち着け。地震だ。地震の時は机の下とか隠れなくて大丈夫。なぜなら地震よりも闇の方が怖いから。今部屋を出るのが危険だ。さて、ここに油ギトギトのギアを差し込んでやって、小道が開いた。あんまり行きたくないね。マジで。あんなところと言ったらどういうこと？やばい、闇が来てる。でもこの人あそこ通ったら膝がぶっ壊れるとか言ってるんだけど。やめて。闇に囚われてしまう。よし、大丈夫。大丈夫なのかな。よし、大丈夫。膝壊れたらとんでもないことになるよ。逆にそこどうやって行くんだろう。外出てってことね。なるほど。ちょっと行ってみようかな。でも大丈夫。
さあ、んでここをこのままここを出てやればいい。さあ、膝が心配だけど、なんかめっちゃ音する。うん、行ってみるか。通るしかないよ、これは。あれ？Good thing my knees gave me a break this time. 何？こんだけ時間かけて。嘘。ショートカットを開けただけ。井戸の下に降りるしかないってこと？ここ。いやー。え？いやー。だって他割とないよ。アルコールも使おうとしたよね。ないよね。うわ、もう絶対嫌な予感する。行くしかない。うわ、頼むよ。あ、割と繋がってる。あ、ちょっと待ってくれー。